尻部シ,シとシベ別川は、北海道檜山振興局管内を流れ日本海に、注ぐ一級河川。尻部シとシベ別川水系の本流である。国土交通省が公表している一級河川の水質現況において、1987年から2012年まで、通算14回、水質が最も良好な河川となっている。北海道瀬田名郡今金町北東部の山越郡。 オシャマンベ町との境界にあるオシャマンベべ岳付近に、源を発し南へ流れる。ピリカダムを経て西へ流路を変え、工藤軍セタナ町北日山区かぶと屋と、セタナ町セタナ区南川の境界から日本海へ注ぐ。アイヌ語の通し別、通し別、トゥベ,ベ、チュシペ等の説があるが、アイヌの伝承にも違った意味が出てくることから、どれも推定の意見を出ないと考えられている。 十価値川水系の都市別川と区別するために、旧国名の尻べしを冠したものである。流域は現在は、檜山振興局管内であるが、かつては尻べし国の範囲であった。上流域には、尻べし都市別川総合開発事業の中核事業として、出力4 0 0 0ットのピリカダムが建設され、電力供給と考え及び洪水調節が行われている。 カッコ内は、流域の自治体1987年3月16日まで、国鉄セタナ線が並行していた。ABC シりベシとしべ川水系河川整備、基本方針、国土交通省河川局国土交通省、水質ベスト5の変遷、平成25年北海道内一級河川の水質現況、国土交通省北海道開発教区、 2015年5月23日閲覧。北海道の川ポータルシりベシとし別川。北海道開発局。2015年5月23日閲覧。おすすめ。檜山管内日本一シりベシとし別川。北海道檜山振興局。2015年5月23日閲覧。北海道開発局。国土交通省。シりベシとし別川。 北海道開発教区、2019年9月6日閲覧、ありがとうございます。